A というケースがあります。次に B という例を言いましょう、ね、ここ60秒やからこの事例とか説明は、ね2つぐらい事例2個、ね、こんだけ60分やろうと思ったら60分の今言ってくれたけどね、何が感心したかというと、初めに言ってくれると、私はこういう性格です、私はこういうところに挑戦しています、これを自己 PR する内容を最初に、その例を2つ、1つはで詳しくある人は2つぐらい、1つでもいいんだけども、2つ言いたい、ねあの子、今あの5番さんを追ってくれるけど、旅行することを通してということ、ね、そしてこれから教育にもということね、これともかくね、ここに手は横に、はい、こういう手を組んだりとかはちょっと相手に対して失礼なので、横にしてパッとその、あの注意をしてください。はい、はい、はい、では自己 PR だけでいいですか。はい、はい、はい、では、ではまずあなたの自己 PR を、今日は時間制限はなしでいきたいと思うので、あなたの自己 PR を、言いたい方から挙手でお願いします。はい、2番の方。はい、私はまず一歩を踏み出し常に前向きに考えるをモットーにしております。中学校時代まではなかなか一歩が踏み出せない性格でしたが、高校2年生の時にダメ元で受けたホームステイの試験に合格しました。そこでまず一歩を踏み出すことでやるしかないという気持ちになりました。向こうでは、ね、ちょっと一生懸命今ノートしてるけど、ここで先輩からね一言というか、全般に、ね、自分のメンバーの方は、まあ、あの話してくれたもと思うけど、思っていることについてね、授業にいた先輩もおりますから、今残ってくれる先輩にちょっとお話を聞きたい。はい、出てきてくれました。全員4年生だったけども、ここで、このくらい授業もした人です。今日担当としてどうぞ、はい、10分ぐらいでいい、まあ、3分でしょ、はい、3分でもいい、はい、そう、今日は面接練習お疲れ様でした。ありがとうございました。私が一番びっくりしたのは、この12月の段階で3年生が自分の思いというのをうまく言葉で伝えることも大切なんですが、私に目と心で伝えようとしたことが私自身にも伝わっていたことがすごく驚きました。それはやっぱりみんなが9時に高校に来て学ぼうというその意識であったり、その自分というものを見つめて、自分にはどういうものを、どういう人間かというのをみんなが多分考えていたからかなというふうに感じています。私自身のことで言うと、自分のことを考えたのは3月の段階であったので、どん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 共済の勉強も忙しくなっていて、それと同時並行で自分の自己 PR も考えなくちゃいけなくって、とてもとても苦しかったので、12月の段階で自分を見つめるということはとても大切なことだというふうに感じました。で、面接練習をしていて思ったのが、やっぱり集団面接っていうことなので、個人面接とは違って、例えば7人グループがいたら7人は全員仲間です。なので自分一人が喋っていたらいいのではなくって、一人が喋っている時にその喋っている人の方を向いて、うんうんっていう風にうなずいたりすることで、その7人が一体となって雰囲気を作るということも、これからも意識してやってほしいなという風に感じました。で、みんなはとてもいい表情を持っているので、あとはあの目線を試験官に合わせたり、あとはあの立つタイミング、もうそういう、あとそういう動作的なことなので、それはいつでも直せると思うので、これから頑張っていってください。で、あと一言、自己 PR はまだみんななかなか考えられない人もいると思うんですが、私が自己 PR を完璧に考えたのは1月の段階です。なのでまだ12月なので、これからみんなは1月までいろんな経験をするので、自己 PR は多分その都度その都度変わっていくので、もうその都度自分の気持ちに向き合って、これで終わりじゃなくって、これからもどんどん考えてほしいなと思います。昨日今日新聞読んだ人ってやってください、ね、遠いところから来とる子は
な、試験受けに行くときはふるさと帰ってくるんだから、ふるさとの先生が試験やるんだから、ね、岐阜のニュースばっかり言ったってダメだよな。で、彼女すごかった、日系と何かと思ったよ、ちょっと日系新聞、これはうちの子じゃない、就職課にもありますけど、もうあの会社でもね、かなりのレベルの人がやります。ね、出世コースに入ってよって、ボン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 やっていく人が世の中の目標と楽しむためにやります。教員にはそこまで必要ありません。僕も校長をやってましたけども、日系のたまに来るって読むだけ、ね、県庁で取るときは一緒って読むんだけど、もう高いから。で、一番やらなあかんのはこの前みたいなのが、このローカル新聞一つ、今やったら校長と校長、校長やったら岐阜とか名古屋の新聞と、それから大きい新聞ね、読売もそうかな、朝日毎日、そういうところ、ね、そういう2社を見てるといい。いいかね、7月までは、読んだ方がいいと思った。携帯で、僕が悪いんですかって、僕に食いついてた子があるから、けども、携帯と、これからペーパーの新聞とどこが違うかっていうのは、どんだけ水行為、どっちがどれだけデスクという人がおって、水行為してやるかっていう、ね、だから、その新聞やるから、ね、じゃあ、今日第1問がちょっと心配やるけども、じゃあ、ちょっと甘め。